クニオール・ナサレノ・ソルノ・サモレーラは、エクアドル・ポルトビエホ出身の同国代表サッカー、選手。ポジションは MF。CSD ・インデペンディエンテ・デルバジェの下部組織出身。2011年8月24日にトップチームで、初出場し、9月25日に初得点を挙げる。17歳ながら、半年で10試合に得点の結果を残した。 2012年シーズンは16試合1得点という成績であったが2013年は36試合19得点と活躍しクラブのリーグ2位に貢献した。また2月18日にコパリベルタドーレスで国際大会初出場を記録すると3月12日には同大会のボタフォモ FR 戦でアディショナルタイムに追加点を挙げ大会初勝利をクラブにもたらした。 この大会では合計6試合に出場し4得点3アシストを記録した。2015年1月13日にリーガ MX の CF パチューカに1年の期限付き遺跡。しかし7月21日にインデペンディエンテデルバージェに復帰した。2016年7月28日に翌年1月からフルミネンセーフ C に加入することが報じられた。 チームメイトのヘフェルソン・オレフエラと共に移籍。2018年8月2日に行われたコッパ、スダメリカーナ第2ラウンドデフェンソール・スポルティングとの第2戦で、後半アディショナルタイムにコーナーキックから直接ゴールを、決めチームの勝利に貢献した。2019年1月8日、SC コリンチャンス・パウリスタに移籍。同クラブ史上初のエクアドル人となった。 同年のカンピオナーッパウリスタ決勝、サンパウロ FC 戦では、89分にバグネルラブの勝ち越しゴールをアシストしタイトル獲得に貢献した。2020年シーズンは、母国のルズキトへのローンでプレーし、公式戦、合計33試合に出場し4得点を記録。クラブの財政的な問題もあり、同年末でレンタルバックとなった。2021年1月8日、 フラグティフナ何か入試再びメキシコへ渡る。1年間のローンとなり、完全遺跡のオプションが付帯している。2014年9月6日に行われたボリビアとの親善試合でエクアドル代表で初出場、初得点を記録した。ありがとうございます。